どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。いろんな方にどんな体験あったのとか聞くんですよ。中でも聞いといてあれなんですけど、あれどうかなっていう話もあるんですよ。それをね、今日は発表しようかなと。友達なんですけど、田舎に住んでてね、山形の。その子が体験したのが、夜友達2人で肝試し行こうってなって、結構前もって動く友達なんですよ。まあ山だからカップラーメンとかお腹空いたら食べれないから買い出し行こうって言ってその友達とコンビニ行ったんですよ。まあ肝試しで買い出しってなんだろうなって思いながら聞いたんですけど、そこで買い出し終わってお会計済んで外出ようとしたら、入り口のね自動ドアあるじゃないですか。そこで入れ違いになったんですって、おじさんと。で、それで、その人を避けようとしたら、こう向こうも同じ方向に避けてきて、で、何回かこう、四五回、あれあれみたいな感じになっちゃって、なんか、フェイントの掛け合いみたいになっちゃったらしいんですよ。あってなって、ずっとくっついてくるから、ね、ちょっとイラッときて、そのおじさんに言おうとして、よく見たら、透けてたんですって。あ、霊かって思って、霊かよって言っちゃったらしいんですよね。結構強めの声で。で、って思って、後ろのレジの人とかも、え?みたいな感じで見てて、で、それですごい恥ずかしくなって、車に急いで戻って、心臓もドキドキしてて、その友達が言うには、そのおじさんから、いや、お前、肝試し、今日はやめとけって。言われたような気をそこで感じて、行くのやめたんだよねって言って、俺に言って、あ、へえって、はぁっていう、怖くないでしょこれはまあ違う、また友達なんですけど、まあ肝試し行ったんですって、やっぱり山なんですけど、4人で行ったんですって、そこで木があって枝、がこうニョキって出てたところに首吊り用のロープがあったらしいんですよ。でそれを見て3人はね、うわっうわーみたいな、もうそのロープがある様子だけを見てうわーってめっちゃ声にも出ずビビってたらしいんですよ。だけどその霊が見える友達っていうのがはっきり見えたと。え、何見えたのって聞いたら、そこのねロープにこう一生懸命一回死んでる、まあ幽霊なんですけど、こうそのロープに向かってこう首をこうねかけてても死んでるから死ねないんですよ。うんみたいな、なんで死ねないのかなみたいな、首吊りチャレンジみたいなやってて、思ったような死に方をしてなかったんでしょうね、その方は。成仏できなかったから、自分で成仏チャレンジをしてた男性の人だったらしいんですけど、ずっと首吊りチャレンジをやってて、でもなんか死んでるからやっぱり全然ロープには首吊れなくて、すごい悔しがってたっていう話をしてくれたんですね。どう思います？1、その子も首吊りの話をしてくれたその友達なんですけど、彼女と大阪に旅行に行ったんですって。道頓堀だったかな、歩いてて、そしたら耳元で、あんたイケメンやな、おばさんの声でささやかれたらしいんですよね。あんたイケメンやな、ささやくんですって。で、え?あ、なんだなんだって思ってても、周りは普通の通行人でいないんですよ。あれ?でもはっきり聞こえたな。すれ違った人の声がたまたま入ったのかなって思って、気にせずに、お昼時だったんで、たこ焼きをね、食べたいな。たこ焼きを買ったんですって。で、すぐ近くのベンチ座って、彼女と食べようとした時に、彼女と、あーんってこう、あげてたんですって、あーんって。そしたら、ちょうどいい合間に、耳元で、私にもあーんって言って、いやー、ふざけんなよ。ついてくんじゃねえよって言った。彼女も、え、
どうしたのって言って、いやずっとさ、おばさんの霊からついてこられてさ、困るんだよねってなんかそこで言って、おばさんの霊に一目惚れされて困ったっていう話を僕にしてくれたんですね。怖くないでしょ怖くないパターンもいっぱいあるんだなっていうね。この動画を見て、あ、面白かったとか、思ってる方がいたら、コメントがあれば、こういう話もやっていこうかなと思っておりますので、ひでまるチャンネル見ていただいてありがとうございます。